さて引いたレアリティでガチ対決こちらです。イーフとガチャ、まずスタンダード選手、続いてトレンドで、ハイライト、続いてショータイム、そしてレジェンダリーで、最後がビッグタイムということで、頼む。まあ、富安ね、こちらでございます。僕の使ったこちらです。やばい、うわ、やマジか、来た、今抜けんの。どうもです、次回ステージユナイテッド、ガチャで引いたレアリティでガチ対決ということで、はい、今回はこちらです、こちらです。イーフとガチャ、なんか当たり前かのように話すけどさ、何これ、自作だから。で今回リアリティが一応6種類ありまして、ガチャをまあ11回ずつ引くと、でその中で、リアリティを取ったリアリティですね、で使ってを組むんですけど、なるほどね。今回リアリティの方が6種類ございます。まずスタンダード選手、続いてトレンドで、ハイライト、続いてショータイム、そしてレジェンダリーで、最後がビッグタイムということで、一応ショータイムもハイライトの枠なんですけど、要はショータイムって結構特別じゃないですか。いや、そうだね。なので、まあ、そこはちょっと分けさせてもらいました。エピックについては、僕の方が一人も持ってないということで、そこはもう、除外という、なるほどね、洗礼を受けました。勝った方が、先行か後攻、どっちか選べる。あー、オッケー。最初、グー、チェック、ホイ。先行で、わかりました。行かせていただきます。リアリティガチャ、開始！これ、音にも注目してくださいね、皆さん。はい、レジェンダリーですいや、レジェンダリーも結構いるから、いや、ただビッグタイム欲しいな。行こう、ハイライト、ハイライト、おお、いいね、これおもろいよな、これめちゃくちゃ良くない、さあ、3回目ビッグタイム、だから通常がやっぱいらないんだよな、うん、4回目、おお、ハイライト、ハイライトですね、今のところめっちゃいい。さあ、続いて5回目です。はい、うわ、でかい、結構いいぞ、めちゃくちゃいい、いいな。さあ、6回目、ショータイムは、おー、来た。さあ、7回目、いやちょっと待って、俺逆にやばいかも、ビッグタイムディフェンダー一人もいないんだけど、8回目、あ、OKOKOK、 ハイライトでいいわ、ショータイムもやばい、9回目、確かに攻撃的だもんな、あれ、うわー、ちょっと待って、おお、ディフェンダー足りるかな、これトレンドか、通常でもいいでしょ、あ、通常でもいい、逆に、あ、全然いい、全然いい、トレンドが来てない、来てない、いや、俺トレンド欲しいぞ、頼む、あー、オッケーオッケーオッケー、なんとか持ち直したって感じだな、ということで僕の方も11回引いていこうかなと思います。はい、やばいんじゃない、まあ、トミヤスね、2回目いきます、おお、トレンドサラーね、サラー、いや、3回目、ハイライト、ハイライト誰か、さあ続いて4回目、さあ今のとこいいんじゃない、結構いいね、5回目、おお、ビッグタイム、はい、センターバック確定しましたよ、まだ1いける、まだ1いける、まだ1いける、レオンはいけるからね、お、スタンダードはまだ来てない、なるほど、7回目ね、はいはいはい、スタンダード、ショータイム来てないな、え、ショータイム欲しいぞ、8回目、8回目、ハイライト、え、ショータイム来いよショータイムが一番強いの持ってんのに、やばい、ノンバルジャー、あれやばいぞ、あと2回だ、やばい、ショータイムなし、ショータイム来ない、いや、ラスト頼む、お、いや、スタンダード選手が4、ちょっと、スカットこれで組んでみますか、はい、きたー、はい、ということで、はい、スカットの方が完成しましたのでご紹介していこうかなと、僕のスカットこちらです。ゴールキーパースタンダードノイアー、フォーバック左から、ハイライトアンドリュー・ロバートソン、ビッグタイムマルディーニ、ビッグタイムコミヤス、ハイライトアーノルドで、中盤 DMF、レジェンダリー・ビエラ、左の CMF にスタンダードデブライネ、右 CMF スタンダードカンテ、トップ下スタンダードネイマール、ツートップがビッグタイムラファエル・レオン、そしてトレンドサラー、え、だけど思ったより仕上がってる な結構仕上がった、
ちらでございます。まずゴールキーパースタンダードドンナルンマ、うん、フォーバック左からハイライトアンドリュー・ロバートソン、ハイライトウパメカノ、ハイライトアントニオ・リュリガー、ハイライトダビデ・カナブリアで、ミッドフィルダー3枚、まずボランチ、うん、ビッグタイムビエラ、トップ下ロナウジーニョビッグタイム、右ハイライトガビで、スリートップ左ショータイムビニシウス、右ビッグタイムムバッペ、センターフォワードアイハウ。2丁目いましたね。2丁目働いてた。え、なんて名前、源氏な、源氏な、え、シゲコなんだかんだ俺ノイヤーとかさ使ってたよね、スタンダードノイヤー。いや使ってたよ最初の方。てか俺も通常ドンナルンマとか今使ってるし普通に普通にね、通常普通に使えるのよ。そう強いんだよね。だそこの上位互換が来て入れ替えるぐらいな感じで、うん、普通にいたもんな。よくあれケツにボールあげたみたいな感じ。そうだね。いやあとレオンはな、なんか相性あるぜ絶対。うん、あるね。いい。いやー、やっぱ怖えわ。左にいるんだサラ。本当だよ。なんで逆にいんの？一応右に置いてんだけど、ポジショニング良すぎだ。やばい。うわ。やマジか。来た。今抜けんの？いやー、怖えな。ラインとの駆け引きやべえ。いやあ、今度はレオンか。いやあ、マジか。いるね。やばいよ、なんで上がった今ロバ。めちゃくちゃ上がったぞ。ロバ上がっちまってたんだなあ。やべやべ。あとはレオンさんね、レオンさんのスピード、うん、さっき危なかったからな。でもね、レオンのなんかレオンもさ、ちょっとさ重くない？いや重いってか、ね、やっぱね身長高いから重たいのかな、うん、でかいと重いかも。それあるよね。うん、なんかちっちゃい選手の方が速い。いや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 、マジかよ。ナイス。このミスでの失点痛すぎる。OK! マジか！ナイス！気持ちすぎる。ラインブレーカーかっていう抜け方したの。気持ちすぎるこれ。つえさだ。ナイボ！いや、レオンがやばいぞ今日。ナイス。おお。さあ、ビニシウス。ビニシウスからロバートソン。あ、ファウルになっちゃった。たまにこいつ今日はやべえなみたいな時あるからな。いるいるいる。いつも活躍しないのにとか。いやー、取りすぎない。 OK。 あ、オフサイ。お、抜けた。やばい、これやばい、非常にまずい、非常にまずいよ。もうすげえクリア。終わんねえ、逆に終わってくれ。あうわー、2点差。いや、ちょっとビニシウスハマってねえな。よし、最高。おお、びっくりした。あ、だった。いや、キープすんだよなそこで。じゃあさ、マジで取られねえ。オッケー。うわ、いるか。うん、これ来たんじゃねえの。やばい、これまずい。いやー、ナイス。トミヤス。いや、強かったわ。もう足投げんや、おい。惜しい。おー、いやー、最高。やべ、ヘディングがループになったね。あ、やばい。
これ非常にまずい。あぶねー。やば。お、誰にパス出してんだよ。いや、突っ込め。ナイス。マジかあいつ。いやさ、ミスなったんだ。もう2列目とかじゃ5列目の飛び出しみたいになってるからな今。これまずい。ガビ。いや、真ん中。おお、とっとっとと。ボール集まんな。すげえ疲れた。何なんだ一体。さあ、前。うん、空いてる。来た！ガビニシウス。おい。おお、あーファル。一点遠いな。折り返して。そこシュート。よっ。うお、よし、マジかよ。ナイス。いや、トレンド強っ。お前そんなに差あるか。これあれか、んトレンドじゃない、ね、これルあれだ。でも通常で決めてんのか俺。通常のネイマールか、あれはトレンドじゃねえわ。いやーマジか、ずれた。 OK。決めろよ。あー、あぶね。オッケー。勝ち下がるなー。通常もなかなかやっぱ使えるわ普通に。ということでこの動画がいいよ、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよ。